ここはそうですか、ここですか、お墓が。墓が。あ、それ山が。あの山が。それ山で、あ、そうですか。はい、あそこも看板見たんですよ。看板があります。これ見たらちょっと。いや、これは砂、ね、砂じゃない。ちょうど古墳みたいな形してるから。登り屋になってる。公園やから。いっぱいあるからね。はい。出てくる。おぉ、いろんな汁持ってあるね。こういうのね、残ってるから。で今の現在地は、今いで。ここがね、ここがシルバーセンターやから、今の、あれは、今おるとこや、ここやね。ここですか、はい。はい、ここにあるね。古川さんの駅から町って行ったとこにね、ここに普賢寺、ここ、はい、これをずっと歩いて行って、ずっと歩いて行ったらそこは、まあ、この道はこの道をまっすぐ歩いて行ったら ありますわ、これ、はい、そうであそこ行った方がいいよ。このほら、あの門町とか山はないんですか。山はありません。それでないんですか、その古墳が。なんで門間に来たん。いやいや、そう、これ、あるいうて、これが。これ、わざわざ車で。これ行ってないやつは、あの、潜りや言われて。わざわざ車で来たんですか。潜りや、誰、ちゃんと行っとかんと。そう。外人するに、あの、枝豆でも行ってください。ありがとうございます。だから、ちょっといただいて、あの、ちょっと、小田倉、あの、YouTube アップしていいかね。いいよ、いいよ。ありがとう。ありがとうございます。マスクした方がいいよね。いや、いいですよ、今日は。今日はいいですやんか。皆さん、YouTube アップしてよろしいですか。いやいや、いいですよ。はい、ありがとうございます。はい、アップして、アップして。ありがとうございます。あの、ちょっとお伺いしたいんですけど、はい、門間には古墳はなんか一箇所はないんですけど、はい、あの、山はないんですか。山はない。ないんですか。ほんでね、門間、今日来ましたのはね、この普賢寺古墳を見に来たんですけど、はい、これものすごい有名らしいですけど、どうなんですか、この地元の方は。いや、門間では知らない人が多いですね。あ、知らない方いらっしゃるんですか。ほとんど知らない。あ、そうなんですか。だって門間は古代史を好きな人少ないですもん。そうですか。古代史ね、はい、古代史を好きな人は、はい、あの、奈良の人、大阪の人もそこそこおりますけどね。そうですか。僕古代史大好き。ああ、古代史、はい。じゃあ古代史チャンネルやったらどんなチャンネル見てはりますか。古代史チャンネル、 YouTube、 ああ YouTube 見ない。見てください、あの、いっぱいでおりますわ、好きなやつが。あの、わしはもう本当に入り口ですからね、あの、今出してますのがね、300、400本は出してますけど、あの、古墳だけで。今度見ときます。はい、見といていただきますか。そしたら、あの、アップしておきますんで、また見てくださいね。ブルースカイゆかりチャンネルで。はい、どうもありがとうございました。すいませんでした。お気に。じゃあ、回ってきます。はい、今ね、紹介いただいたんで、ちょっとそこを回ってね。100メーターぐらいか、そこらやろ。これ何通りだかな。何通りでございますかね、これ。人通り多いんだけどね。ということで、イオンとか見えとんだけどね。ここなかなかいいお寺があんねんけども、どこ入んだ、これ。入れないな。おお。こういう状況です。こんな広いとこあったんかね。これなんか学校のとこか、これ。これはどこだ、これ。え、雪じゃないか。違うんだな。雪じゃないんだ。普賢寺遺跡やけど、どうなってんやろ、これ。これ伊勢かね、これは。伊勢かどうかね。わからんな、これ。あと石があるって言われたけど、どれだろう、なんだろう、石は。大きな石があるって言ってね。あ、古川橋駅だ。ほら。昔々ね、この京阪乗ったんですよ、よくね。
いつや、昭和45年から47、8年ぐらいだったかね。なんかね、親父がこの、どこか森の下が凍ったのかな。この辺ね、よく来たんですよ。何回か来たね、その当時は。もちろん京都にもね、この、京阪に行ってましたからね、よく乗りましたけどね、若い時は。ああ、宮田さんね、残念やね、石がある言われたけど。どこだろう。駅前まで出てきましたけどね、問題はお兄さんが言ったその巨石が見当たらへんねんけど、街歩きマップ、今どこあるんやろね、巨石はどこあるんやろ、巨石はこのこと言われたんやけどね、これ、伝満田の堤どこあるんやろ、この石のこと見せてくれたんだけど、そうやわ、ここやっぱり試験場、ここで行く言うとるから、そうやわ、ここに来たんやって、昔ね、家全然違うだね、これ、なんで、昭和48年やったかな、47年ですわ、稼働の試験場やったかな、試験受けたんですよ、普通車のね、どうせ会社の方がね、大体4、5倍間で通らへんよってね、なんか言ってた、だから5辺ぐらい行かないかんちゃうか、4、5辺。ねえ、ほんで来たら一般だったけどね、問題はあれ、学科ね、学科分けて分かってないからね、鉛筆を立てて倒れたところで丸バツしてね、よーあれで取れましたわ。いやー、こんなのあったか、あの時どうやったかな、なんかね、狭い道路がそんな狭くないけど、まっすぐ伸びたような記憶あったんだけど、行った試験場に記憶あるけど全く変わってます。向かわして降りてバツに乗っていくんですよ、実は試験場までね。いや、懐かしいわ。あ、ここは今これ見えたんかね。この試験場のところはみんな田んぼでしたけどね。田んぼでした。で、甲子園かなんか行った時にね、車で行ったことありますわ。で、横の、試験場の横の一本、東側の道に止めてね、車止めて、何しに行ったんだろうな、記憶残ってるけど。イオンでございましたか。懐かしい歌で全然わからん。全く変わってもらって。わしのイメージはね、道路。ここなんだこれ。ここなんかあるの。ここなんかあるぞ。三女性広場。三女性広場は何でございましょうか。何にもないな。わしが目指してきてるのはね、基本的に、あれでございますよ。古墳かね、遺跡かね、関係ないよな、これ。ここなんかあるぞ。三女性、これは、記念碑か。記念碑でございましたね。古川橋でございます。こんなブラーっとしとんだけど。全然思うわけないですわ。ルミエールホール。ルミエールホールってなんだこれ。門真市民文化会館？あ、これや。文化会館でございます。なんかね、遺跡かなんかなかったかね、あの巨石は。いえ、ね、麻酔とある言われたけど、見当たらへんねんけど。カルビの王様でございます。何にもないね。ただ街を歩いただけでございます、これね。ちょっと待って、いや違うな。これ何号線かね、ここは。これ163号線か。いや、帰りましょう。あの花はよく行くやん。カルビの王様。ここ何やったっけ。これが市民会館やったっけ。
ここはイオン。これはイオンでございます。駅前にイオンあんねんな。古川橋言うと、ダイエーがあったんか昔ね、ダイエー。昭和47年やろね、40年代よ。配達に来てました、配達に。古川橋に、角川に。あれ、どこだったかね。これは大きいね、このイオンはこれ。あの向こうまでかね。そこは駅前か。ここまでイオンかね。イオンさん大きいね。いいよ。古川橋の駅でございます。あの横何ができてるの？あれ何の？広告ビル。何のビルやろう？